やっぱ年末年始は特番ばかり。今日の夜はガキツカに紅白に格闘技、クリームシチューと林先生のクイズ番組も面白そうだな。年末年始あるある。特番ばかりで、何を見るか迷う。はい、早いもので今年も残りわずか。テレビも最近はスペシャルばっかですね。昨日もアメトークと騙された大賞でどっち見るか迷いました。私たちは今日はもうガキツカで決定ですが、皆様は本日何見ますか？ということで本日は、年末年始のあるある茶番です。それでは、お楽しみください。来年は綺麗な部屋で新年を迎えようと、押し入れの中とかも大掃除するつもりが、整理しようといろいろ引っ張り出してたら、掃除前よりひどい状態に。こうなってしまうと、どこから手をつければいいものか。さすがにこの状態で年越しは嫌だからな、とりあえず全部押し入れに詰め込んでおくか。名付けて、見えるとこだけ綺麗にさせん。年末年始あるある。大掃除。結局中途半端で新年。はい、主も最初は押し入れの中や窓の縁の汚れなど、徹底的にやろうかなと思っていたのですが、結局パッと見綺麗程度の大掃除になってしまいました。皆様の大掃除はどんな感じでしたか？押し、12月31日午後6時。年越しまで残り、5時間59分50秒。5時間59分、44秒。何してんだ。何って決まってるじゃない。年越しへのカウントダウンだよ。5時間59分、36秒。年末年始あるある。新年へのカウントダウン。いや、確かにテレビでも、至るところでやってるけども。6時間前からカウントダウン始めるやつなんていねえわ。新年まで残り5時間59分ジャスト。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。ふう、まだ開店したばっかなのに、どんどんお客さんが増えていくな。今日も大変な一日になりそうだ。お、主ちゃん働いてるな。お、平気じゃん、どうしたの？ちょっとお正月っぽい食べ物でも買おうかと思って。それにしても1月1日から仕事とは大変ね。うん、まあ一番忙しい時だししょうがないよね。今日の夜、マリサとかとみんなで新年パーティーやってるから、仕事終わったら来なよ。時間あったら行くぜ。明日も明後日も朝早いからさ。マジか、そんなに忙しいのか。年末年始あるある。世間はお休みモードでも。サービス業は年金地獄。はい、サービス業にとってこの時期はお客さんの書き入れ時。主も高校時代、お寿司とか和食系のレストランでバイトしていたのですが、新年は朝から晩までバイト、なんてこともありました。サービス業の皆様、お勤めご苦労様です。さあ霊夢、今年も残すところあとわずか。おし、年内最後の仕事、終わらせちゃいますか。年賀状書くぞー。おー。おし、これで去年もらった人には全員書き終わったな。田中さんと佐藤さんはどうする？前は年賀状来てたけど、ここ2年ぐらい来てないしいいんじゃないかな。そうよね、変に出して気を使わせても悪いし。そういうこと。田中さんから年賀状来たー。やばい、すぐに書いて送らないと。年末年始あるある。送ってない人からの年賀状、めっちゃ焦る。皆様、突然ですが問題です。問題出してますが、お前答える側の格好だろと思っても突っ込まないであげてください。問題です。今日は何曜日でしょうか？正解は日曜日。皆様、パッと答えられましたか？やばい、わからなかった。年末年始あるある。曜日感覚、消滅。はい、年末年始になると、テレビ番組も毎週やってるのじゃなかったり、お父さんも毎日家にいたりと、結構曜日感覚がなくなってしまう方も多いのではないでしょうか？だな。ということで以上、年末年始のあるあるでしたが、皆様のあるあるは何ですか？それでは、この動画で今年最後となりますが、今年もたくさんの温かい視聴者様に支えられて、毎日動画投稿できました。本当にくだらない動画ばっかですが、来年も少しでも暇つぶしになれるような動画を上げていければと思いますので、来年も主チャンネル、よろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。